ヘッテスハイム、ヘッテスハイムは、ドイツ連邦共和国バーデンイコール、ビュルテンベルク州ラインイコールネッカー軍に属す、町村、以下、本校では便宜上、町と記述する。マンハイム近郊に位置し、人口約1万1500人のこの町は、総人口240万人を要する人口、集中地域である、ラインイコールネッカー大都市圏の一部をなす。ヘッテスハイムは、 バーデンイコール、ビュルテンベルク州北西部、オーバーライン地候帯内に位置する。町域のほぼ半分が、ネッカー川の線場地上にある。町のすぐ東側を、ベルクシトラーセが通り、オーデンバルトが控えている。町域北部の境界は、ヘッセン州に属すフィールンハイムと接している。北東は、バインハイム、東は、ヒルシュベルクアンデアベルクシトラーセ、南は、 ラーデンブルク、南西は、イルフェスハイム、西は、マンハイムのバルシュタット区及び、シュトラーセンハイム区と接する。町域の面積は千二百七十一ヘクタール橋である。そのうち二十四点八パーセントが、住宅地及び交通用地、七十四点二パーセントが、農地である。自治体としてのヘッテスハイムには、ヘッテスハイムのほか、小集落のムッケンストゥルム、 ノイツェンホーフ農場、ベッヒャーブルフ住宅地、クロースザクセンイコールヘッテスハイム駅が含まれる。ヘッテスハイムの土地に最初の入植がなされたのは、ローマ人がラーデンブルクを創設した、西暦100年頃であることが知られている。ヘッテスハイムという名前は、フランク語由来で、おそらく民族移動時代にこの地に定住していたと考えられている。フランク語では、おそらく、 ハイムでヘドという具合に呼ばれていたのが、後にヘッテスハイムという名前に発展していったと考えられている。ヘッテスハイムの文献上の記録は911年から948年の間になされた。ロルシュ修道院は949年に寄贈を受けてこの地を所領としたことがロルシュ文書に残されている。11世紀と13世紀にこの地は何度も移動や 領土交換の対象となった。おそらく十二世紀の終わり頃にライン級中白がこの地の支配権を獲得したと推測される。1222年にはムッケンストゥルムが初めて文献上に記録されている。1450年頃にはヘッテスハイムにおよそ二百人の住民が暮らしており、プファルツ選定公領のエプフェルバヒャーツェンと属した。 1600年頃にこの村の農地でタバコ栽培が始まった。この地方の町がいずれもそうであるようにヘッテスハイムも30年戦争ではティリーハクにより破壊された。この地域での度重なる戦火によりヘッテスハイムの人口は17世紀の終わりにおいても200人程度であった。1719年に球長役場が増営され、1759年には カトリックの司祭官とプロテスタントの教会が建てられた。カトリックの教会は1792年に現在の姿になった。1803年にプファルツ選定校が廃止され、ヘッテスハイムはバーデン領となった。ベチリュクスアムとラーデンブルクが1820年からヘッテスハイムを管轄した。その後、この機能はベチリュクスアムとマンハイムに移され、さらに、 マンハイム軍に移された。こうした分離の影響は現在も顕著で、この町の上位行政機関はラインイコールネッカー軍であるが、行政執行権限はマンハイムが有している。1825年頃の人口は約1200人であった。改革派協会は1870年に解体され、現在のプロテスタント協会が建設された。19世紀の終わり頃、 人口は2600人になっていた。20世紀になると、この町は、オーバーライン鉄道により、鉄道網に結ばれた。1929年に、それまで独立していたムッケンストゥルムとノイツェンホーフがこの町に合併した。シュトラセンハイムももともとはこの町に編入される、はずだったが、住民たちは、マンハイムとの合併によりこれを阻止することに成功した。 1939年頃、タバコ栽培がピークに達した。300ヘクタールの作付け地から900トン近い収穫があり、ヘッテスハイムはドイツ最大のタバコ栽培の町であった。1868年、バイント通りに旧学校が建てられた。この建物はシュール通りに移された。1958年には、 人口5280人と19世紀後半の2倍近くなり、校舎がもう一棟求められるようになった。ライン通りに新しい校舎が建てられ、この学校はハンストーマキソ家庭学校と改称された。1969年に新しい町役場と消防署が建設され、人口は8000人を超えた。 二校目の学校であるヨハネス・ケプラー本家庭学校は1971年に開設された。1989年には新しい公民館が建設され、人口は1万1200人に達した。ヘッテスハイムの議会は5年ごとの直接選挙で選出される22人の議員で構成される。これに市長が議長として加わる。バーデンイコール。 ビュルテンベルク州の地方選挙法に基づき、選挙は累積式、伊藤派連記投票で行われる。ミハエル・ケスラーが1998年以降主張を務めている。彼は最初の選挙で53.32%の票を得て当選した。2006年の選挙では彼の在職が支持された。ズガラ、上下に分割。上部はさらに左右にに分割。 上部向かって、左は黒地に赤い爪、赤い舌を持ち赤い冠を被った左向き、向かって、右向きの金色の獅子。上部向かって、右は金と青の斜め押し模様。下部は赤字で黄部の青い波帯の上に、ラテン文字の大文字で H と書かれている。この紋章は1555年の裁判員に由来する。また、1719年に建造された。 町役場の玄関上にも掲げられている。獅子と斜め講師は、プファルツ選定校の紋章上のシンボルである。この紋章は1901年に、ゲネラルランデス・アルヒーフに正式に認可された。旗は、青白で、1968年に、内務省の認可を得た。長域の拡大とそれに伴うスポーツ、文化施設の建設により、この町はその規模の割に、 これらの施設や余暇活動が充実した街となっている。この街では50を超えるスポーツ、文化サークルが活動している。もともと農業の街であったヘッテスハイムには、工業系企業はいくつかの小さな会社があるだけである。ラインイコールネッカー大都市圏の中央に位置するヘッテスハイムは、周辺の大都市であるマンハイムやハイデルベルクへの通勤者のベッドタウンとなっている。 この町の農業に利用されている土地の面積は1130ヘクタールで、このうち700ヘクタールで、穀物栽培、266ヘクタールで、牧畜、100ヘクタールで、ビート栽培、64ヘクタールで、タバコ栽培が営まれている。ヘッテスハイムは1909年以降マンハイムイコール、ケーファータールから、マンハイムイコールバルスタットを経由して、 ヘッテスハイムに至るオーバーライン鉄道の支線の終着駅である。この路線は1995年から市電第4、系統に利用されている。この路線はヘッテスハイムからマンハイムやルートビフィヒスハーフェンアムラインを経由して、オッカー・バースハイム、ルートビフィヒスハーエンの宿にまで通じている。産業地域方面の郊外には、ドイツ鉄道マインイコールネッカー線のクロースザク線、 イコールヘッデスハイム駅がある。ヘッデスハイムは、ラインイコールネッカー交通連盟のサービス提供地域に含まれている。多くのアウトバーンがヘッデスハイムのすぐ近くを走っている。北をマンハイムとバインハイムを結ぶ A659 号線、東を A5 号線、西を A6 号線といった具合である。ヘッデスハイムには、ハンストーマキソ家庭学校、 1958年建造と職業実業学校を併設したヨハネス・ケプラー、基礎家庭、本家庭学校、1971年建造がある。実業学校やギムナジウムで学ぶ学生は、ラーデンブルク、フィールンハイム、バインハイムあるいは、マンハイムの学校へ通う必要がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。